ご覧の皆様、はじめまして、畑野由衣です。なんと今回 V プレスで私の新番組をスタートすることになりました。やったー、イエーイその名も畑野由衣のセクシースロット。どんな番組かと言いますと、私畑野由衣が毎回ゲストとパチスロで本気のガチンコバトルを繰り広げる実践番組なんですが、ただの実践番組ではないんです。毎回登場するゲストと私畑野由衣がパチスロの A タイプ機もしくはパチンコで実践を行い、私が大当たりを1回引くたびに、なんとゲストの方が着衣を1枚ずつ脱いでいくという、まさにパチスロ版野球券なんです。すごーい。そして今回収録を行いますのは、山形県は南陽市にございますゴリラ南陽店さんです。では早速なんですが、今回のゲストをお呼びしたいと思います。どうぞ。こんにちは、皆さんはじめまして、大月響です。ヒビアンって呼んでね。ヒビアン、ありがとう。ヒビアン、ありがとうございます。よろしくお願いします。風強くないですか。大月さんがこの風を呼んだんですかね。風やばくないですか。ヒビアン、すごい止めてください。この風、私雨女なのでこの調子だと雨が来ますね。ちょっとね、天気も悪いですが、はい、雨を連れて山形まで来たんですが、ヒビキちゃん、なんと、はい、なんとご報告していいですか。どうぞ。私、大月響、昨日ですね、つい昨日 DMM アダルトアワード2016で最優秀女優賞をいただきました。イエーイ、おめでとう。全国の皆さんありがとうございます。投票してくださった方ありがとうございます。よかったですね。でですか、スカパーアダルト大賞女優賞じゃないですか。女優賞取りました2014年女優賞ですよ、世界の畑野です。はい今回ね、この女優賞を取った2人でお送りしますが、はい、どんな番組か知ってますか。なんか畑野が勝ったら、仕事で勝ったら、私が脱いでくという話は聞いたんですけど、なんかじゃあ私が勝ったらどうするのかなって。どうしようかな。やっぱ私もとってもね、セクシーでナイスバディな自分で言っちゃう、ナイスバディな体を持ってるので脱いじゃおうかな。ね、脱いだらいいと思ったんですけど違うのと思ったんですけど、私の冠番組なので、うん、脱ぎません。どういうこと。ちょっと気にさせていただきます。それずるくないですか。気にさせていただきます。ちょっとなんかもちろん大月さんだけ、なんかさせませんよ、はたのに。一応考えてるんですけど、まあヒビアンが、ゲストの方が1回勝つごとに、うん、なんとですね、こういうトークボックスを用意してまして、はい、でここから1枚引くと、はい、うん、こういうものが出てくるんですけど、でこういうのを1回引いて、ムフフな男性を結婚にするようなことをしようかなと思っております。でもこのパチスロ店の、はい、今お客さんが入ってる状況で脱いでいくわけですね。そうですね、初めてですよ。みんなに見られながら、初めてみんなに見られながら、そう、パチスロ店ですごい広くてね、大きい会場のお店さんで脱いでいくんですね。しかもやっぱりこうね、パチンコ店といえば、まあ、男性の方が多いので、まあね、近くに座ってるパチンコをしてるお客様も、はい、もうパチンコよりそっちに目線がいっちゃって、私を玉が私を回してくれと、玉やメダルが落ちっぱなしみたいな。なるほどね、落ちっぱなし、落ちちゃう、玉落ちちゃう、あーみたいな、あ落ちちゃう。ではね、ちょっと風が強いので、はい、早速ね、はい、やっていきましょうか。お願いします。ちょっと絶対勝ちますから、私が。畑野由衣のセクシースロット。私が畑野スロットよ。私が畑野由衣、私が世界の畑、私が世界の畑。
にを負けさせて、私は恥ずかしいエッチな言葉を言わせます。いや、ヘビアには負けたくないです。そうですね、普段ヘビアンとはプライベートでよくご飯とかに行くんですけど、やっぱり女子トークが多いですね。本当になんかお互い悩み事があったら連絡取り合って、でご飯に一緒に行っていろいろ聞いてもらうんですけど、ヘビアンね、意外と明るく見えてすごい悩む子なんです。もう私が一生懸命ヘビアンの相談聞いてあげて、だから今回のね DMM アワードの女優賞も前日すごく悩んでて、もう自信なくしてたんですけど、もうすごい励ましてあげて、なんて私はいい人なんだろうって思いました。波多野の同期なんですよ。2008年にデビューしました大月響と申します。あだ名はヒビやんかヤンヒビって呼んでください。まあ波多野は私のまあなんていうかおばあちゃんみたいな感じで、いつも私のことをこうからかってくるんですけど、まあ私の方が先輩って感じですかね。ヒビアンは普段からパチンコとかやるんですか？パチンコスロットやるの？ね、やるけど、うん、最近実践イベントとかで行くけど、うん、ジャグラーをやりますが、はい、なかなかね当たんない。当たんない。これは勝てる気がする。いや今日はでも私しか光らないから。え、私しか光らないから。いや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 、私光りますから見ててよ。今日は私かっこいいとこ見せるんで。ヘビアンは初めて私と会った時覚えてる？覚えてるよ。初めて会った時、初めてそう台湾に行ったんですけど、まあ私人前に出るのがなんて苦手なもんで、でもうそういうのもこなれてる大月響ちゃんっていう先輩と一緒に行けると聞いてすごい緊張してたんですけど、なんかいろいろ教えてもらってすごい楽しかったんですよ。でなんと私のこの AV 業界の中で初めての友達がヘビアンです。なのでめちゃくちゃ仲良しです。ただその頃はとてもヘビアンにまあ下手に出てたというか、すごく可愛くぶってたんですけど、今じゃヘビアンのことを奴隷にしてます。初めて会った時波多野すごい幸が薄い顔してたんですよ。台湾のイベントの時で打ち合わせで事務所で初めて会ったんですけど、すごいね今のオーラがなかった。田舎の小娘みたいな感じだった。それで一緒に台湾にイベントに行って、でそこで仲良くなったんですけど、今みたいに私が世界の波多野よとか私が一番よみたいなそういうのはなく、ヒビアンがステージ上がるときヒビアンが最初に上がってみたいな、私はもう恥ずかしいから後ろの方でいいみたいな感じで言うような子だったんですよ。それがね、それがこんなに、なんか自分大好き人間になっちゃって。まあ同期なんですけどね。で、ただ
スロットパチンコ系はすごく引きが弱いので今日はちょっとここが光るかどうかさえ危うい状況ですけど、ただねこれ負けられない戦いなんで、あっやばい、やったー、なんかムカつく、なんかムカつく、なんかムカつく、やったやったやだ、悔しい、あー嬉しい、より運がいいってことですよね。私の方がハタのより可愛いってこと。もう負けちゃいました一発目。では大喜びの大月さんの横目にこのトークボックスから1枚引かせていただきたいと思います。嬉しすぎてやばい、嬉しすぎる、すごい喜んでる。自己紹介、待って待って、危ない、ハタノは赤ちゃん言葉を喋るとおばあちゃんになっちゃうんですよ。いやおばあちゃんじゃない、ハタノ赤ちゃんのモノマネ本当おばあちゃんになっちゃうから、ちょっと本気で赤ちゃん言葉いきますからね。いい？いいよ。じゃあ赤ちゃん言葉で自己紹介どうぞ。みなちゃんこんにちは、ゆいちゃんことハタノゆいちゃんです。こんな一発目で赤ちゃん言葉とかマジで恥ずかしいですから。よかった山形まで来て、山形大好き、よく山形には来るんですよ、あのスノーボードやるんで。最近気づいたんですけど、あのファンの人、あー来た来たよ、うわうえさいやー、参ったなー、イエーイ、あーイエーイ、みんな、なんでだ、みんなのためになんでだ、出てもらってましたよ、なんで、あれれれ、これは私が一回当たったということで、脱ぎ脱ぎ、そうですね、約束通り。どこから脱ごうかな、みんないるからセクシーに脱いでね。じゃあこれ、え、これ靴かな、靴か、え、靴とか卑怯、足の裏恥ずかしいよ、こんなホールで脱ぐ人初めて見たね、恥ずかしい、足の裏足の裏恥ずかしいとか、やばいけど恥ずかしい、ちょっとこれ引っ張んないでなんかダサい、引っ張んないでよ、ちょっとセクシーさが、こらこらこら、皆さん、ひびきちゃんの足の裏ぜひ見てください。私のおみ足です、おみ足を、おみ足、もうでもまああとパーツ何個かあるからめっちゃあるじゃん、めっちゃあるから、めっちゃ当たらなきゃ全然ずらせれない。いや、私ここから連チャンします、私が勝つ、いや、私が連チャンします、いやいや、すぐ光らせてみせる、いや、私が、いや、任せて、うわー、靴もありなんだね。なんか今までパチンコとかスロットをしてきてこんなに嬉しかったのはないです、今日が初めて。ましてやね、私の奴隷のヒビアンをこう私が勝ってだんだん脱がせるっていうのはこの上ない喜びです。
でも私ヘビアンドの勝負だから勝てる気がするんですよね。あのちなみに波多野の弱点を教えてほしいんですけど、あの長年一緒にいるけどいつもね、なんかこう私がこう波多野におばさんとか私の方が可愛いとか言っても波多野に最終的に乳首をギュってつままれて、私乳首弱いので言うことなんか聞いちゃうんですよね。なんか強いんですよやつ。で悔しくてその波多野に勝てるなんか技とかネタとかがあればもういいんですけど、波多野ファンの人とかにも言ってるんですよ、どこが弱点か。そしたら足の裏が弱点だよとか聞いたんですけど、でもねやっぱり負けちゃいますね。最終的にもう口喧嘩は勝てないし、最終的に乳首をギュッてされたらもう私アフンってなっちゃうんで。ヘビアンマーさん、うん、私との一番の思い出はある？私との一番の思い出、一番いい思い出悪い思い出、あじゃあどっちもいい思い出から。いい思い出はやっぱり昨日嬉しかったよね。あ昨日ね私が応援してたから。まあでもこれは本当に私だけの力じゃなくて、うん、まあ一番ほらファンの皆さんだけのおかげもあるんだ、うんうん、すごくあるんだけど、波多野が呼びかけてくれたり会場に来てくれたことはやっぱり私にとって心の支えだったね。なんか泣けてきちゃった。
え、それそれはあとこれだいや、それこれやってたやってたどんな踊り方、こういうやつ、なにこれ、これでどんどん迫ってくる、なんなのこれ、これが旗のダンス、そうそう、でも面白いかもね、そういうの。私のそのゲストに合わせた、ゲストさんに合わせたなんか罰ゲームっていうか、ゲストさんがしてほしいことを踊らせたいな、入れておくとかはすごいいいと思う。やりましょう。やば、あー来たー、嫌だー、なんでダメ、来たよ、やったー、あれ何脱ぐの、何脱ぐの、いや、どこ脱ごう、めっちゃ嬉しい、イエーイ。脱ぎました。パチンコ店のホールで脱いでる人初めて見た、こんなの初めて、恥ずかしすぎる、初めて、わー、恥ずかしすぎるよ、見て、みんなの目で犯されてる気分です、みんな見てやめやめこらみんな見て言わない。あ、そうなんです、私今台湾で飲料水のイメージガールをしてまして、で CM 流れてるんですけど、好評で第2弾の CM を撮るの、撮影しに行きます。イエーイ、台湾の皆さん、台湾の皆さん、ニーホー、ニーホー、ニーホー、シェ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 、ポトイエチェイ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 、大家好、大家好もう台湾とか中国の人と会うと、うん、ねえねえ、ポトイエ知ってるって言うと、ポトイエって言うなんか中国語分かんなくても、うんうん、なんかいろいろ、そう、ポトイエ言うとみんなね、もう分かってくれる、ポトイエ知ってるよみたいなちなみにポトイエは私の名前の中国版、ポトイエがハタノです。皆さんぜひ中国に行ったら使ってみてください。で、台湾の記者の方に私インタビュー、台湾行った時された時に、うん、私のインタビューを前半するんですけど、うん、後半は波多野との関係についても波多野さんは、うん、彼氏とかいるんですかとか、波多野さんといつも何してるんですかとか、多いね、そういうの、すごい聞かれますね。私も一回台湾行った時にヘビアンのこと聞かれて、で、なんか思わずつい本音が出たんですけど、インタビューでですよ、ちゃんとしたインタビューで、大月響は私の奴隷ですって言っちゃいました。言ったの言った、台湾で言ったの、言った、めっちゃ笑ってた。ちょっとそれさ、大きくなっちゃうからめっちゃ笑ってたよ、喜んでたいっぱい出ちゃったの。じゃあお姉さんがその出たものをペロペロしちゃうぞ正解。でも昨日めっちゃハタのもうすっごい泣いてくれたんですよ。あ、私より泣いてた。いや泣いた。いや昨日 DMM アワードだったんですけど、でなんか自分ハタのが女優賞を取ったみたいになってた。すごいね、本当嬉しくて、私2階から見てたんですけど、ヒビアンが撮った瞬間もう号泣、化粧が崩れてました。なんか泣き方がなんか面白くて、何それ失礼じゃない。じゃあ嬉しいんだけど、うん、嬉しいんだけど、なんか私より泣いてるからなんか面白くなって、いやね、本当にね、なんかいろんな思いがこうなんで重なって一番ね、相談に乗ってくれたから、うん、いやね、本当すごい自信ないから、前日もすごいくよくよしてて、
私がついてる。あー、えー、いやー、ここで水着は最高で恥ずかしいぞ。イエーイ、やったー、やったー。フィビアンの最後の一枚が見れますよ、皆さん脱ぐところ。このビッグボーナスの音楽とともに、みんな見て見て見て、ダメ見て、大きい声出さんで、ほら大きい声出さんで、微妙なおっぱいでしょ。おい、ちょっとおい、この垂れ乳をみんな見よう。微妙な微妙なおっぱい見て、ビデュー。そんなことないよ。あれ持ってる、持っちゃうよ。ハタノさんこうでしょ。ハタノこう。ビビアン、もう縫うものなくなっちゃったね。そうですね、なくなっちゃった、ね、で待って、これ以上脱いだら私逮捕されちゃう。もうこれ以上脱げません。任せて、恥ずかしい。気合を一言どうぞ。気合いあー、もう超悔しい、超悔しいよ。せっかく山形まで来て波多野と対戦できて、今日波多野をケチョンケチョンにしても響き様参りましたって言わせたかったのに、私がこんなこんな格好になっちゃって、しかもみんな見てるっていう。もう負けました、惨敗です。それでは実戦終了です。イエーイ、ありがとうございました。イエーイ。おっぱいはいいよ。はい、実戦終了ということで、はい、なんと見事に私が勝ちましたね。勝ちましたね。君は3回勝って、私5回ですかね。5回勝ったから全部流されちゃってしかも風が強風のため鳥肌がすごい乳首立ってる。恥ずかしいね、これ。恥ずかしいです。恥ずかしいね。とてもこの広い駐車場でこのたくさん車がいて人いっぱいいるんですけど、よかったね、みんな喜んでる。すごいなんか気持ちいい、なんかなんか恥ずかしいのか分かんない感情が、ね、このね、はい、大草原バックに、大草原っていうか大草原の畑ね、畑。いや、本当、ね、楽しかったですか今日。いや、一緒にパチンコをする機会ってなかなかないから、そうだね、そう、一緒に遊んだりするけどパチンコはないので、はい、なんかしかも山形に来てね、はい、そうでしてっていうのがすごく私は嬉しかったし、しかも第1回目ってことで、記念すべきバトルになったんじゃないかと思い、まあ私負けたんですけど、そうですね、負けましたが、ちょ、私どうしてもリベンジしたいので、いつかまた、うん、ケチョンケチョンにしても波多野を全裸にさせますから、ぜひ呼んでください。全裸放送事故になっちゃうからダメです。ダメです。もういつでもそういう時は呼んでください。じゃあ本日はありがとうございました。日比谷こと月響ちゃんでした。ありがとうございました。